マカベ駅は、茨城県マカベ郡マカベ町古城にあった、筑波鉄道筑波線の駅である。筑波線廃止に伴い1987年に廃止された。この項目では、鉄道駅廃止後2011年3月まで存在した、マカベ駅バス停留所についても記載する。1978年の乗降客数は1日平均1064人で、土浦、 東京への買い物客や、茨城県立マカベ高等学校への通学客が多かった。マカベ駅バス停留所、マカベ駅停留所で使われていた、バス停留所標識柱の廃品、マカベ駅の名は、鉄道廃止後もバス停留所名として残っていた。マカベ駅ではなく、マカベ駅停留所である。つくばセンター方面、岩瀬駅方面、下立駅方面への路線バスが発着していたが、 2008年4月1日より、数本の土浦駅方面のみとなり、鉄道廃線以来初めて JR 水戸線方面への連絡がなくなり、他路線、他交通機関との結節を持たない、王朝線終点となった。バス案内所はない。2011年3月限りで、マカベ駅と筑波三口を結ぶバスが全廃され、マカベ駅を経由する路線バスは消滅。駅前広場は、 住宅地に転用されている。2016年10月からの実証実験を経て、2017年10月より、桜川市、コミュニティバス、山桜号が運転開始、マカベ城跡を発着する。かつてのマカベ駅バス停は乗り入れない。駅舎、待合室等は撤去されたものの、校内は、 つくばりんりんロード新壁休憩所として整備され、ホームには営業当時からあった桜の木々がそのまま保存されている。ありがとうございます。